おさめ正一は東京都高等区出身のプロ野球選手、宇藤右内、読売ジャイアンツ所属。ニックネームは宇宙人。中学時代は南式野球の大島クラブに所属。木更津総合高等学校時代には2年夏にチームが第85回全国高等学校野球選手権大会に出場するも自身は 阪神甲子園球場のスタンドで応援していたという。結局、在学中には甲子園球場のマウンドを踏めなかった。高校卒業後に上部大学へ進学。4年時に頭角を表すと、チームの赤甲進学生野球リーグ春秋に期連覇に貢献し、2期連続で最優秀防御率のタイトルを獲得した。チームの春季リーグ優勝で臨んだ第57回。 全日本大学野球選手権大会で全国大会へのデビューを果たした。当時の同期生に、豊田拓也、一学年先輩に、加賀茂や石川俊介、一学年後輩に、松井正人や足立良一がいる。大学からの卒業後に、NTT 東日本へ入社。二年目に、第37回社会人、野球日本選手権大会で登板したものの、 入社してから3年間は、かんばしい成績を残せなかった。一時は引退も覚悟していたが、スプリットの習得と投球フォームの修正がこをそうして4年目にエースの座を確保した。当時のチームメイトに、清田育広や小石博隆がいる。大学、社会人時代には、イノビッシュという称号を得ていた。2012年10月25日に行われた。 NPB ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから3巡目で指名。契約金6000万円、年俸1000万円という条件で入団した。背番号は15。2013年は公式戦の開幕から一軍の先発ローテーションに入ると4月4日の対読売ジャイアンツ戦で公式戦にデビュー。5月7日の対広島東洋ガープ戦でプロ初勝利を挙げた。 その後は体重の増加によって不安定な投球が続いたことから中継ぎや二軍への降格も経験した。二軍調整中に体重を絞ったり、ストレートの勢いを取り戻したりしたことから、一軍に復帰した8月以降は公式戦5試合で参照を記録。9月28日の対巨人戦で一軍初の関東勝利を挙げた。 DNA の新人投手による一軍での対巨人戦、関東勝利は、太陽時代の1977年に、斎藤昭夫が記録して、以来36年ぶりであった。シーズン通算では、一軍公式戦18試合に登板。5勝7敗にホールド、防御率5.34を記録した。シーズン終了後の11月には、台湾で開かれた2013ベースボール。 チャレンジ日本 VS チャイニーズタイペイで日本代表のメンバーとして中継ぎで2試合に登板した。オフに650万円増の推定年俸1650万円で契約を公開した。2014年は2年連続で開幕ローテーション入りを果たすと3月29日の対東京ヤクルトスワローズ戦でシーズン初勝利を挙げた。5月9日の対東京ヤクルトスワローズ戦では 6回表に1イニング、3冒頭の n p p 1軍公式戦隊記録を、喫したが、5月23日の対北海道、日本ハムファイターズ戦では、プロ初完封勝利で7勝目を挙げた。5月を1完封を含む4勝無敗で終えたことから、DNA の投手では初めてセリーグ投手部門の月間 MVP を受賞した。前半戦の好調を受けて、オールスターゲームには、 セリーグの監督推薦選手として初出場。7月25日のタイヤクルト戦では DNA の投手としては初となるシーズン10勝目をリーグで最も早く記録した。一軍公式戦では通算で25試合に登板。防御率は4点台ながら自身初の2桁勝利を挙げリーグ最多の3関東を記録した。シーズン終了後の日米野球2014では 日本代表に再び選出されると中継ぎで2試合に登板した。オフに2250万円増の推定年俸3900万円で契約を公開した。2015年3月11日に東京ドームで開かれたグローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表第2戦で日本代表の2番手投手として4回表から登板。 二回を無失点に抑えた。シーズン終了後の11月に、開催の 2015WBSC プレミア12でも、日本代表の第一次候補選手に選ばれたものの、最終ロースターの28名に残らなかった。公式戦の開幕当初は、好調なチーム状況を背景に、一軍公式戦での先発で勝ち星を量産。しかし、 チームの調子が失速するにつれて自身の成績も下降戦をたどった。一軍公式戦全体では21試合で5勝8敗を記録。防御率を前年から改善させた一方で、左率が3割を超えるなど不安定な投球に終始した。オフに600万円増の推定年俸4500万円で契約を公開した。 2016年3月25日の広島とのレギュラーシーズン開幕戦でプロ入り後初めて開幕投手を任された。新任監督のアレックス・ラミレスから先発投手に指名されていた山口が開幕直前の調整投板中に右足首を捻挫したことに伴う措置であったが7回無失点の口頭でシーズン初勝利を挙げた。山口がセリーグの監督推薦選手として 第2戦での先発が内定していたオールスターゲームでも山口が選出後の投球練習中に左足首を捻挫した影響で出場を辞退すると大体選手に選出され第2戦の先発投手にも起用された。レギュラーシーズン通算では1軍公式戦23試合に登板。通算成績は7勝11敗で自身初の2桁敗戦を喫したが先発陣の一角で チーム史上初のクライマックスシリーズ出場に貢献した。CS では巨人とのファーストステージ第1戦に先発。7回2失点で勝利投手になり、チームに CS 初勝利をもたらした。チームの2連敗で迎えた広島とのファイナルステージ第3戦にも先発すると7回無失点の好投でチームのファイナルシリーズ初勝利に貢献。しかし、チームは 翌10月15日の第4戦に敗れたため、日本シリーズへの進出を逃した。オフに2700万円増の推定年俸7200万円で契約を公開した。2017年は、レギュラーシーズンの1軍公式戦初勝利が5月5日のタイヤクルト戦まで持ち越されたが、シーズン5試合目の当番であったこの試合を1、失点で完投。 オールスターゲームのセリーグ監督推薦選手に内定していたチームメイトの新人、浜口春香台が故障で出場を辞退したため、前年に続いて補充選手に選出。7月15日の第2戦にセリーグ選抜の3番手投手として登板したが、2回1失点で敗戦投手になった。レギュラーシーズン全体でも、先発ローテーションの一角を担いながら、2年連続の 負け越しと二桁敗戦を喫した。しかし10月1日の対広島戦では、レギュラーシーズンで唯一救援に起用。7回表の1イニングを無失点でしのぎ、チームの2年連続 CS 進出を確定させた。CS では、阪神とのファーストステージ第1戦に先発で、黒星を喫したものの、10月20日には、広島とのファイナルステージ第2戦でも先発登板。 2回表に自身の敵地打でもたらした1点を6回無失点で守りきり2年続けてファイナルステージで広島から白星を挙げた福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでは10月28日の第1戦で先発を任されたが5回裏1種までに7点を失いシリーズ初黒星2日後の第3戦から救援要因に回ると 第3戦と11月4日の第6戦ではビハインドの局面からの救援当番をいずれも無失点でしのいだ。オフに1300万円増の推定年俸8500万円で契約を公開した。2018年には3年連続でレギュラーシーズンで負け越しが続いたことと投手としてのポテンシャルの高さを背景に先発させるより、 一イニングをきっちり投げてもらった方が、チームの勝利につながる、可能性は高くなるというラミレスの方針で、勝利の方程式を担うロングリリーフ要因へ、本格的に転向。4月13日の対中日戦では、直近のカードまで5試合連続で登板していた、山崎康明に代わって、クローザーを任され、一軍公式戦で、初めてのセーブを記録した。 以降の公式戦でも中継ぎで2勝を挙げたが、5月の当番試合で、救援の失敗が続いたため、5月23日に出場選手登録を抹消された。先発要員として2軍で再調整中の7月1日には、イースタンリーグの対北海道日本ハムファイターズ戦で、リーグ史上23人目のノーヒットノーランを達成。野球人生で初めてのノーヒットノーランとなり、 許した走者は吉久による一人だけだった。後に一軍でも先発ローテーションの一角を担ったが、9月14日の対巨人戦でシーズン6勝目を挙げたことを最後に登録を抹消。10月1日に右肘のクリーニング手術を受けた。一軍公式戦全体では24試合の登板で防御率3.57、6勝3敗1セーブを記録。 シーズンの負け越しを4年ぶり、シーズン2桁敗戦を3年ぶりに免れた。オフに推定年俸7200万円という条件で契約を公開した。2019年には球団公式戦、通算4000勝を達成した4月7日の対巨人戦と通算5000敗目を喫した6月15日の対ソフトバンク戦に先発。いずれの試合でも責任投手となった。 レギュラーシーズン全体では、一軍公式戦15試合に登板。救演での登板は1試合だけだったが、前年に受けた右肘手術の影響で1試合あたりの投球数を制限していたことから、通算の投球イニングは70回にとどまった。また、4勝5敗で2年ぶりに負け越したほか、チームがレギュラーシーズン2位で進出した CS では登板の機会がなかった。 CS の終了後に推定年俸6100万円という条件で契約を公開。2020年にはレギュラーシーズンの開幕から一軍の先発ローテーションに定着。17試合の当番で6勝7敗と負け越しながらも前年を上回る89イニングを投げたほか防御率3.94を記録した。シーズン最終盤の11月1日に国内 FA 権を 初めて取得。シーズン終了後の11月27日に f a 権を行使することを表明した。本人曰く、球団を出ることを決断したわけではなく、持っていても仕方がないから行使したとのことで、DNA 球団も行使を表明した上での残留を容認。12月5日にフリーエージェント宣言選手として NPB から公示された。もっとも、 球団への移籍に伴う人的保障措置が不要な選手とと推定されることからヤクルトや巨人が獲得の意向を表明。本人は工事の翌日から両球団との交渉にも臨んでいる。2020年12月14日に収むと同じく DNA から FA 宣言をしていた梶谷隆行とと共に巨人と契約したことが発表された。背番号は21。 二年契約で、推定総額2億円。2021年、開幕ローテーション入りを果たし、開幕5戦目となった3月31日の中日ドラゴンズ戦で移籍後初先発するも、立ち上がりから不安定で1回0、355安打4失点で降板した。試合後に2軍落ちが決まり、翌4月1日に1軍登録を抹消された。スリークォーターから投じるスプリットが武器。 ストレートの急速は最速時速 152km でスライダーや時速 110km 台のカーブも投げられる。カーブの軌道が大きいことも特徴。前日通りニックネームは宇宙人であるが横浜時代は浜の宇宙人とも呼ばれていた。また安倍博士に似ていることから浜の下町ロケット、浜のメンズノンノとチーム内で呼ばれていた。 DNA1 年目の2013年には9月28日に横浜スタジアムで対巨人戦への先発が予定されていたにもかかわらず前日のチーム練習に遅刻。投手兼人で一軍の投手コーチを務めていた三浦大介から激しい出席を受けた。翌日は当初の予定に沿って先発したものの試合前には前日の遅刻を報告されていた一軍監督の 中畑清から今日頑張らないとどうなるか分かってるよなと告げられた。しかし、イオサムはこの言葉で奮起すると巨人打線を相手に一軍公式戦では初めての関東勝利を挙げた。三浦は現役引退後に2019年シーズンから一軍、投手コーチ先人でチームに復帰したが、イオサムと共に参加した2018年12月22日のトークショーでは、 上記のエピソードを披露したイオサムに向かって緊張感を持たせるには毎日起こればいいのかというジョークを交えながら厳しい指導を予告していた DNA 球団から2年連続の減報提示を受けた末に契約を公開した2019年12月3日には公開後の記者会見で報道陣から年俸の下がり幅を聞かれたところ前年ほどには下がってないですけど あとはウィキペディアで調べてくださいと答えている。ありがとうございます。